クリスプブレッドに乗せて、ケーパー、ひきわりの黒胡椒、ディルとレモンで味付けしたグラブラックスグラブラックスは、スカンジナビアの魚料理の一つ。グラブラックスとも、生の鮭を、塩、砂糖、黒胡椒、ディルディルシードや、コリアンダーシードなどの香辛料、アクアビット、ウォッカ、ブランデーや、ジンレモンなどに漬けたものを薄く切り、ホブメスタルソース、または、 グラブラックスソースというディル、砂糖か、蜂蜜、ワインビネガー、塩、胡椒、植物油、レモンとマスタードを合わせたソースをかけて、パンに乗せたり、茹でたジャガイモに添えたりして食べるものである。主に前菜として食べられる。この料理の起源は中世に遡る。漁師が鮭を塩漬けにし、満潮時の海面よりも高い砂浜に埋めて軽く発酵させたものが元になっている。 グラブラックスとは、スカンジナビア諸語のグラブとラックスの合成語で、文字通りに言えば、地面に埋めた鮭である。今日では、グラブラックスを作るのに発酵は行わない。鮭を地面に埋める代わりに、塩、砂糖、黒胡椒、ディル、香辛料などの中に埋め、数日間キュアリングさせる。鮭が熟成した後、鮭から出た水分に塩などが溶けてできた、濃い塩水は、 スカンジナビア料理のソースの素材として使われる。こうした、キュアリングは、他の油分の多い魚でも行われるが、鮭が最も一般的である。またマリネをする際に、フェンネルなどの香草やペルノーホースラディッシュなども使われる。スモークサーモンが誤って、グラブラックスと呼ばれることもある。ドル,ルマン、エムアンドポルシン、B、シャークテリー、ニューヨーク、NY。 w w ノートカンパニーピアニッシモ51から52ありがとうございます。